戦場なのですね。先生、今日は何をするの？ええ、そうね。今日は何をしようかな。これは、しずさんの記憶か？お願い、あの子たちを救って王都に早く。ただの夢じゃなくて、シズさんの未練だよな。イングラシア王国の王都か。しばらくの間、俺がいなくても問題ないだろう。というわけで、俺はイングラシア王国に行ってこようと思う。その子たちは、シズさんが魔王レオンに会いに行くことを決意した理由の一つだと思う。シズさんと約束したからな。お話は理解いたしました。しかし、リムル様に何かあれば、せっかくまとまりを見せたジュラの大同盟も根底から崩壊するやもしれぬ。この我が一緒に行くのだ。貴様たちは安心してよい。ナンガの言う通りだ。力を合わせてこの町の治安を守ってくれ。それぞれの役目を全うしてほしい。じゃあ行ってくれ。お達者でお帰りをいつまでもお待ちしてます。大げさだな。すぐに戻ってくるって。本当にすぐに戻ってきてくださいね。旅のご無事をお祈りします。こうして俺は旅立った。この世界に転生して2年、初めて人間の国を目指すので、ちょっとだけワクワクした気分だ。お供します、我が主。行こう行こう、楽しいな。いっぱい考えたけど、わからない。パパは本当にパパなの？母様も大賢者も私のことリムルの娘だって言うけど、パパが間違ってるの？私が間違ってるの？みんなが間違ってるの？かもしれないが多すぎる。お家帰りたい。ここがイングラシア？はい。この地域であれば鏡は人民の生活に浸透しており、どこからでも帰還が可能です。みんなそんなに自分の顔見たいのかな？ん？おいお前、身元を示すものを出せ。身元？お前は何者かと聞いているんだ。何者って、ただのスライムですけど。ん？魔物だ！捕らえろ！スライムの体になることを推奨します。なんで逆に？スライムボディでなら城壁に配管された雨どいから入国が可能です。雨どい？屋根から雨水を排水するための管です。どこに行った？侵入された可能性もある。本体へ連絡しろ。町の警戒を強めるんだ。背が高いですね。巨人でも住んでるんでしょうか？はい。限られた敷地内での活動範囲を広げるための工夫です。なんで限られてるの？はい。土地価格が面積で決められており、その所有権も
有限であるためです。面積？じゃあ例えばあそこの家、敷地はこっからここまでですよね。この土地の真上は空の上の上まで。このうちの人のものなんでしょうか？ケースバイケースです。難しいですね。お、何この匂い。知らない匂いだけど絶対おいしいやつ。ドーナツ出来たてだよ。あはくださいな。あーよ。ちょっとお題くださいよ。お題？コク、ドーナツと同価値の効果のことです。コインじゃないとダメなんですか？当たり前じゃないか。森で摘んできたお花じゃダメ？ダメダメ。お母さんにお小遣いもらってから出直して。あ、そっちのお客さん、ドーナツ出来たてだよ。なんでコインだけなんでしょう？はい、人間の社会において貨幣は様々なものの代わりになるためです。ドーナツと野草ではドーナツの貨幣価値が高い相場となっています。それって誰が決めたの？特定の人物が決定したものではありません。コク、右方向の装備店内に鏡があります。帰還が可能です。いや、私もっと勉強します。知らないことが多すぎます。大賢者、近くに勉強できる場所はない？はい、図書館があります。様々な情報を閲覧できます。ラッキー。じゃあそこ行きましょう。あ、お嬢さん、入館パスはある？何それ？困ったわね。それがないと入れないのよ。じゃあくださいな。お金かかるけど持ってる？またですか？お金とパスを交換してパスと引き換えに本が読めるの？そう、その通りよ。それじゃあ本を読み終わったらお金もパスもなくなってるじゃないですか。交換になってないですよ。はい、人間の社会において情報やサービスにも貨幣価値が存在します。そんな形のないものにまで？誰がどうやって値段つけてるんですか？何この子。とにかくお母さんにパスを買ってきてもらいなさいね。はーい。勉強するのにも母様からお金もらわないとダメでしたか。じゃあそろそろ帰っちゃいましょうか。近くに鏡を。こっちだこっち、全員で囲め。え、何かいるんですか？お前だお前。モンペイの言っていた侵入者だな。うまく人に化けてはいるが我々の目はごまかせん。おとなしくついてこい。また？私何もしてないじゃないですか。何かされてからでは困るからだ。何ですかそれ。同行に応じる気はないみたいだな。ならば仕方がない、武力を持って捕獲する。そんな被害妄想みたいな理由で襲ってこないで。ああ疲れた、もう帰ろ。ん？待てよ。ねえねえおじさん。何？これお薬、怪我してるんでしょ？あげます。え？その代わりお金くださいな。そこの図書館に入りたいんです。はい、ちゃんとお金持ってきたのね。うん。ねえ大賢者。はい、
私んち、鏡の中にはいろんなかもしれないがありますよね。どどめきさんとか炎のおじさんとか。はい。でもこっち側、鏡の外もかもしれないだらけですよね。だって悪いことするかもしれないから捕まえようとしたり、土地とか知識とかに価値があるかもしれないって信じてお金やドーナツと交換できたり、いいことも悪いことも妄想次第じゃないですか。ひょっとして世界って全部妄想でできてて、みんなみんな妄想家なんじゃないでしょうか。全部妄想で誰にも証明できない世界。どうせ妄想するならこうだったらいいなって都合のいい妄想をしてもいいですよね。母様も私も間違ってなくて、パパがちょっと忘れちゃってるだけで、本当はみんな家族で一緒に暮らせる日が来るって信じてもいいんですよね。コク、シンシアの賢さが1上がりました。まだ一冊も本読んでないのに。し、図書館では静かにしてください。ああ、ごめんなさい。何も難しく考える必要はなかったんですよね。パパがいたらいいなとか、母さんも大好きとか、その気持ちだけで私の世界は作れる。あ、でもそうなると誰かの妄想で世界を作れちゃう母様は女神様みたいにすごい人なのかも。急にお家が恋しくなりました。帰ります。来たばっかりなのに。